はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第294回でございます。今回のテーマは使う物差しを変えると息苦しさが少し減るんじゃないかなというテーマで喋っていきます。で、今回もふわふわ浮いてるのは特にないので、ないんですけど、1個だけね、ちょっと初連絡があってね、今は10月になってない、まだ9月ギリギリか、あと、今年もね、あと3ヶ月で終わるんですけど、12月、今年の末にですね、配置サンタ、今ちょっと頑張ってます。配置サンタあるちょっと動きで頑張ってまして、特に学生の皆さん、特に YouTube を普段自分以外のチャンネルね、もう結構見る方にとっては喜んでくれる方というかが多いものができるんじゃないかなっていうのを、すごく今頑張って動いてることがあって、そんなのやってますって、内容全く言えないんだけど、楽しみにしててください。そうっていう話それだけじゃあ行こうか。本題の方ですね。で、今回使う物差しっていうのは、リアル物差しじゃないよ、定規じゃなくてね。これ何の物差しかっていうと、自分の中にある人が持ってる価値観を判断する時の物差しの話です。今学生のみんな、あとは社会人の方もね、このダラダラジオを結構聞いてくださってるので、社会人の方にしてもそう、自分もそうです、ハイチもそうです。そうなんですけど、人生うまくいかないなとか、人生面白くないなとかっていう時ってやっぱり少なからずあると思うんですよ。生きてきた中でずっと充実してるっていう人もいるかもしれないけど、自分はちょっとそういうタイプではなくって、すぐ落ち込んだりするからね、何のために生きてんのかなとかさ、誰かと比べると自分の人生って充実してないなとか、地味だなとかって、いろいろネガティブなイメージがね、出てくることもあると思います。で、やっぱり人と比べてしまうんですよ。今自分もちょっと言いましたけど、誰かと比べてっていうのって無意識にやってしまうんですよね。で、これって人と比べるのって別に悪いことじゃないと思ってる。自分すごい比べるんです。特に YouTube って数字の世界なの。もうね、圧倒的な数字の世界、再生数は、登録者数は、それによってやっぱいただけるお金も圧倒的に変わるからさ、全然違うんだよ。そうだから、数字の世界なわけよ。ただもう本業でさ、もうお金なんて別にいらないですと、本業がちゃんとあってね、お金なんていらないですと、もうただの趣味で、もう自分のこと、もう自分がやってることをこう応援してくれる人だけが見てくればいいっす、もう再生数とか全然いいんでってやれるといいんだけど、そうもいかないこともあるわけよね。で、自分もそういう世界にいるからさ、やっぱりいっぱい比べちゃうわけで、特に学生のみんなも、受験生とかと特にそうだよね。こう周りの模試を受けた時に、あの子は偏差値がこれだけ伸びたのに私は全然伸びてないとかさ、であるでしょ。で、仕方ないことなんだけど、まず一個大前提として、人と比べてもそれは悪くない。そう、人と比べてしまってることを責めてはいけないっていうのがまず一個。責めることじゃないんだよ、仕方ないからね、いいんだって、それをエネルギーに変えたらいいので、2つ目が今言ったエネルギーに変えれるかどうかなんだ。比べるのはいいんだ、でも落ち込むために比べるのは違うよっていう話。基本的にさ、人と比べる時って自分が下に来るんだよね、落ちて、誰かと比べて自分ってダメだなってなってるはずなの。それか、変に安心感を得ようと思って自分よりダメな人間と比べて、圧倒的に下の人間と比べて、あ、まだ自分こんなんだから努力しなくてもいっかみたいな。これも必要なんだよ、これ難しいところで、自分より不幸な人とかさ、下の人と比べるってのは良くないんだけど、でもそういう人もいるよねって、だから自分も程よく頑張っていこうっていう、その自分の精神バランス、メンタルバランスを整えるために、そういった発想は必要だと思ってる。でもそれが過度な油断、あいつもサボってっから俺も勉強しなくていっかみたいなのは違うとは思ってるけどね。その辺のバランスは必要なんだけど、話を戻すと、落ち込むために比べるのは違うよっていうのがまず1個で、最後にもう1個伝えたいのが、例えば誰かと比べてしまっているっていうことに気づいてるだけでも、それすごい一歩なんだよ。すごい一歩。人ってね、比べてることに気づかないんだよ、無意識のうちに比べて。で、誰かと比べてるわけじゃないの、無意識に比べて自分ってダメな人間だって決めつけてるから、多くの人が。これじゃあ誰と比べてんのって、例えば A 君、 B さん、
みんなは例えばじゃああの子と比べてとかあるかもしれないよね。そのクラスメートのとか親友のとかあるかもしれない、誰かと比べてるはずなんだよ。そうじゃなくて一般論と比べてんだよ、無意識の人って。一般的にみんなこのぐらいの幸せなんでしょとか、みんなこのぐらい努力してるはずなんでしょっていう謎の一般論と比べてるのね。でそれで苦しむっていう。だから標的というか比べてる相手がアバウトだから、自分の悩みもアバウトになるから、当然解決策なんか出てきやしないわけ。だから対処ができない。みんなは誰かと比べてるって意識を持ってる時点で対処ができるはずなの。辛いかもしんないけど、だからそこは他の人より一歩前に出てるんだっていうところは思っててほしいなっていうところで、で、まあ、だいぶちょっと話が逸れてしまったんだけど、ちょっとタイトルに戻すね。使う物差しを変えるとっていうのは、そのね、自分が幸福なのかどうか、幸せなのかどうか、努力をしているのかどうか、勉強が伸びているのかどうかっていう、その物差しを一般論で測っちゃダメだよっていう。みんな、でも学生の向けにちょっと今回話、ここは高校だけね、学生向けに話すと、学生のうちってさ、例えばじゃあ10、まあ、中学生なら15歳、まあ、高校生16、17、18歳だと思うんだよ。まあ、10代半ばじゃないですか。まあ、15年前後生きてきて、もちろん多くの方に出会ってる。みんなもね、出会ってるけども、でもやっぱり学生のうちに出会える人の幅ってめちゃくちゃ狭いんだよね。これが大学生になって、まあ、よく社会人になって、で、いろいろ自由に動けるようになったら、出会える人の数ってめちゃくちゃ増えていく。でもまあもちろんみんなは今インターネットっていうそのものすごい世界を広げてもらえるツールがあるから、俺がね、俺学生の時にネットなかったからさ、だから俺らの時よりはもちろん今はね、あの繋がれるというか、いろんな人の人生とか情報を得ることはできるんだけど、でもやっぱりそれでも限られてきてしまう。限られた人の中で作られた一般論と比べちゃダメだよ。うん、そうするとさっきの話に戻ると、一般論を相手にしてしまうと、なんとなく努力してない気がする、なんとなく自分がダメな人間に思えてしまうんだって。このなんとなく、なんとなくの悩みっていうのは対処ができない。だってなんとなくだもん。すんごいぼんやりしてるお化けと戦ってる感じだよ。戦えねえって、倒せないんだって。だから気づいたらなんとなく悩みがなくなったりするんだよね。そう、でもそのなんとなく悩みがなくなる時なんて待てないでしょみんな。うん、辛いじゃんそんなの。だったらやっぱり問題は具体的にしなきゃいけないと。じゃあ何の物差しで測るかって、やっぱ自分の物差しを持たなきゃいけないの。自分の物差しを持つ、自分の中でよく自分が言うけどね、勉強する時に計画を立てようと、これ今日はここまで勉強しようって決めようって、自分で決めたことをやりきるのが大事なの。そうするとさ、他の人はもっと努力してるはずなんてそこに比べちゃダメだよ。もしかしたらみんながね、すごく仲いい友達、仲いい親友とそういう情報共有して、今日私は何ページ勉強しましたとかね、今日私何ページ進んだよ、何個英単語覚えてよって、友達が50個覚えたって言ってる、私20個で満足してた、やばいと、え、どうしようどうしよう。でもこれ対処できるじゃん。だって相手が明確に50個、私は20個、あ、じゃあ努力してないって思うんだったら次の日増やせばいいじゃん。それ50個って言ったら並べるわけでしょ。でもいきなり50個辛いんだったら20個から30、40、50って増やしてもいいかもしんないし、もっと言うとその子は英単語を頑張ったかもしんないけど、英単語に時間を費やして他のことをやってないかもしんないじゃん。でもみんなはね、英単語20個しかやんなかったかもしんないけど、他のことを努力してるかもしんない。全部が全部の情報を得てない、1個の面しか見てないのに自分が落ち込むのは違うよねっていう話をしたかった、今回はね。でこれは学生のうちだけじゃないの、仕事しててもそうだよ。仕事、俺はね今一人でやってるからさ、まだあれだけど、会社にやっぱ所属してた時とかって、会社の中でも営業成績とか出てくるわけよ、ね、あの人は会社に信用されてる、信頼されてる、私はどうなんだろうって、俺はどうなんだろうって、この会社にとっていらない人間なんじゃないかなって、この先輩は私のこと全然 役に立つと思ってないんじゃないかなとか、いろんな悩みが出てくる。でもやっぱりそういう訓練って学生のうちからしておいたら強くなれるの、まあ、強くなれるっていうか対処できるんだよね。いや、すごく大事。自分はすごく、まあ、いじめを受けてたこともあって、すごくなんか、まあ、人よりね変な悩みをいっぱい持っちゃってて、気にしいだからさ、いろんなこと気にしちゃうし、打たれ弱いところはあるんだよ。でもそれは自覚してる、打たれ弱いし、メンタル弱いし、落ち込むしって。でも人なりにというか、人よりも力を発揮できてるって自信があるのね。それは自分の特性を理解して、自分はこういう人間だって理解して、ダメなとこもあるよ、ダメなとこもあるんだけど、じゃあどう生かしていけばいいのっていう、いい？
自分の、まあ、成績表じゃないよ、わかんないよ、メンタル面とかさ、体力とか、もしかしたら数値化できるとするじゃん。そんな制度があったとする。その時に俺体力もないんだわ。体力数値は低い、メンタル数値も低い。でも他の数値でどっかで引いてるとこは必ずあるんだって。みんなにもそう、それは。だからそこを見れないだけなの、見てないだけなんで、気づいてないだけなんだって。そうだから、まあ、もし今ね、自分なんかダメだダメだなんて思ってる、まあ、学生の方、社会人の方ね、これ聞いてくださってる方の中でいたら、そういった風に思ってもらって、いきなり改善はできないけども、徐々に徐々に見る面、自分に対して見る面を変えていってもらえたらなと思います。はい、ということでね、今回のダラダラジオは、使う物差しを変えると息苦しさが少し減るんじゃないかなというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。では冒頭に話した、12月ね、まあ、12月中、今年中に投稿すると決めてるので、勝手にハイチサンタからの贈り物っていう感じで、今自分はずっと動画を考えて構想してるんですけど、まだ先の話なんですが、ぜひ学生の方、特に今 YouTube が好きな方は楽しみに待っていてもらえたらと思います。ではまた来週ね、お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。